はじめまして、金城と言います。今日は LINEBOT と、まあ、ガスと言ってもらったんですけども、まあ自分は大学生なのでちょっと通学ものと関係あるものを作ったのでそちらを発表したいと思います。えっとまあまず自分自己紹介させてください。えっと自分は金城翔太郎と言います。で、今大学2回の代で情報学部に通っていますと。で、今フロ主にまあフロントをやってるんですけども、まあ僕がプログラミング始めたきっかけは LINEBOT なのでそちらをちょくちょく開発してるので今回サビ、 話させてもらいます。まあ最近、まあ好きなことは、まあなくすと、でいろいろなんか、あの、リフを作ったりするのも好きですし、まあラインボットを介することも好きですし、まあ、開発技術系以外ですと、まあスノボやテニスみたいなアウトドア系が結構自分は好きな、好きなので、結構アクティブなことをよくしていますね。最近はまあ、な活動としては、まあ大学生してたりとか、あとは自分はやっと免許取れたので、そちら車で、まあ風を感じるような あのことをししたりしている感じですと、まあ、今日の、えーまあ、内容というか、まあ、目次を話しさせてもらうと、まあ、LINEBOT で、まあ、時間割通知みたいなものを作ったのと、えー、ガスで作ったので、そちらのちょっと詰まった点、ロックっていうのをちょっと紹介したいなと思います。まあ、今回作ったもの時間、時間割っていうか、まあ、通学通知をするボットなんですけど、まあ、使用した技術としてはまあガス。 と、メッセージング API のプッシュ通知を使わせてもらいましたと。で、まあ、きっかけとしては、自分の場合は、まず、家から通う、大学通うんですけども、まず、雨の日だと、バス、家からバスで駅まで行って、で、駅から電車を乗って、そこからまたバス乗るみたいな感じなので、そこを時間がうまいこと噛み合わないと、あの、時間に遅れてしまうことがあるので、そこを綿密に、あの、確認するのは結構、なんて言うんですか、脳のリソースが取られるなと思ったので、 これ、じゃあ、決まってるようになって、毎日、毎週同じことやるんだったら、これは通知させた方がいいんじゃないかな、みたいなので、なのがきっかけで作ってみようと思いました。まあ、こんな感じで、ここに書いて実際の動画って画像なんですけども、この月曜日の通学時間みたいなのを、で通知してくれるので、こちらを見ることで、あ,あ、あと何時になったら行かないといけないんだな、とかいうのが、 まあ、いちいち調べなくても分かるようになったのは結構大きいかなと思いました。で、その時に使ったんですけども、えっ、ー、と、こちらを使う際、えっ、ー、と、通知する際に、トリガー、えー、時間管理が結構僕は苦手なので、あまり触りたくないのであの、ガスのトリガーというのを使ってやってるんですけども、そこで、あの、まずトリガーをセットするのと削除するのがあるんですけど、そちらを同時にやってしまうと、 えーと上書きをされてしまって通知が来なくなったりするバグの温床になったりするのでそこでロックを使うことによって、えー、上書きがされなくなるのでそちらを今回は紹介したいなと思います、まあ、ロックには結構3種類大きく分けて3種類ぐらいあってスクリプトのロックとドキュメントのロックとユーザーのロック3つあるのでこちらは今回はス,プリスクリプトのロックを話させてもらいますでも もっと詳しくは公式ドキュメントを見てもらったら分かると思います。で、今回のロックの使用方法と流れとしましては、まず処理したいものがあって、そこをまず一回ロックして、その間にロックをして、そこからトリガーの削除をして、で、新たなトリガーをセットする。で、ロックを解除するっていう流れで主にやっていきます。で、そしてやって、 だと、やっぱガストラインボットの何が魅力というと、やっぱ簡単に爆速でできるっていうのが結構魅力なのかなって自分はとても思うので、まあそこは初心者とかにもこういうのをなんかやってもらったらいいのかなと思います。まあ自分は大学生なので周りにこういう人があまりいないので、こういうのを見てもらって自分でもあ作れるなって思ってもらったら幸いなのかなと思ったりしたので、まあこういう活動をど,んどんどんどんしていきたいなと思っています。やっぱりこんなふうに いっぱい世の中に記事とかも出ているので、そちらを見ながら自分のアイデアをすぐ形にできるのは結構魅力なのかなと思ったりしています。ご清聴ありがとうございました。